日曜お昼12時からお茶飲んで楽しみましょう。スクワップです。日曜しか投稿できない。僕最近漫画を読んで気になったことがあるんですけど、はい、目が見えないといろんなところの感覚がなんか研ぎ澄まされて、例えば心の目で見るとか、皆さん視覚、聴覚、嗅覚全部あるじゃないですか、うん、そんなんじゃねえ、あなたたち鈍いんじゃないかなと思って、でそんなに太っちゃってって感じなんですけど、ちょっと信頼してるよ、お前だよ。いや黙ってみろ、黙れチビがや。おいチビデブコンビ、お前だよ、俺だよ。それということで、本日の企画は視覚、聴覚、嗅覚すべてなし、指先だけで何を触ってるのか当てろー。今回はですね、あなたたちに視覚、聴覚、嗅覚すべて奪った状態で何を触ってるのか当ててほしいというね。なるほど、はい、はい、自分が考えて持ってきたみたいなテンションでいますけど、はい、普通に箱の中身は何だろうなでしょ。指先は何だろうなででですね、今回なんですけども、何でわかんねえんだあいつ。ということで、ね、視覚、聴覚と嗅覚がなくてどこまで当てられるのか10人といろいろ頑張ってください。それでは参りましょう。せーの、しゅというのは嘘で、本日もはるか君を騙していきたいと思います。まあいつ、ま、鈍感すぎ、マジで引っかかりすぎなんだ。またですか。全然気づかねえから。おかしいじゃない、まず箱の中身は何だろうなの指バージョンって、うん、意味わかんないし、企画自体おかしい。まあこうやっていきたいと思うんだけど、指差し出した時にカレーをね、うん、こうみかんの中に入れて、うん、ケツの穴だと思わせる。ありますね、なんかね。そう、目隠しして指入れて、うわ何これ何これってなって目隠し外したら、うん、俺のケツが目の前にあります。ちょっとお湯で温めて温かくしてあるんですよ。あ、いいね。あ、そうなんだ、はい、生温かくしてちょっとリアリティをちょっと保つために。でも僕入れてみましたけど結構そんな感じでしたよ。なんかケツの穴っぽかったです。なんか入れたことねえやつが言うなよ。何が童貞大魔王が言われてんのかな。おめえだよ。すげえ、三角関係だ。三角関係だ。嘘企画で遥かを騙していきたいと思います。せーの、ザバービル。コンビニ行くスクワット。うわ、こいつら変する。なにこれ。なにこのでかいの。え、まだやん。こいつだ。くせまそれでは、はるかさんの挑戦です。スタート。え、怖い。あ、怖いね、これ。え、このまま待ってていいの。あ、気持ち悪い、気持ち悪い。お前らやってんな、やってんな、これ。うわ、気持ち悪い、気持ち悪い。気持ち悪い。え、わかんない。もう一回ちょうだい。もう一回いきます。気持ち悪い、これ。うわあ、なんか、なんかブルブルいってる。それだ、はるかさん回答の方お願いします。これ言っていいの、マジで。はい、排水口のあの穴やってる。それでは目開けてください。はるか指見てる、指見てる。うわっ、終わった。よかった。うかで落ちてる。うわっ、マジ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 。うそ、うんこついた。うんこ、マジ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 。おめえら、おめえら、うんこはこっちのものなんで。おめえら、こんな騒ぐなよ、もう。ドッキリ大成功。ザバビロ。これ、うんこドッキリってやつ。うんこドッキリ。え、この企画は？うんこドッキリ。マジで。だって箱の中身は何だろうなと一緒じゃん、やること。こんな企画僕らやりませんよ。やるやったな。みんなに言ってくれ、うんこなんて。せーの、うんこなんて。お前しか言ってない。もう勘弁して、マジで。実際あれね、ヤジのケツの穴に入れてみたドッキリね。俺のケツの穴にカレー入れて指突っ込ませてみたドッキリだよ。だとしたら、お前ケツの穴のところにご飯粒めっちゃついてる。なんでご飯粒ついてる。ご飯粒のあの感触したの。すごい。匂い嗅いでみよう。そうだから、そう、自分のだから。だってやば。あ、そうだ。カレーって知ってんのに気持ち悪いよ。でしょ、普通に。目の前にヤジのケツの穴があった時どうでした。いや、もう最悪よ。もう
最悪よ。俺ねこれまあ切ったんだけど裏でさ、うん、いや結構ねマジリアルなんだよね。指圧されるのよ。え、ちょっと待ってちょっと待って、はい、指入れたことないやつがいけない。でなんですけどね無理だよ無理だよということで次回は、カメラマン童貞卒業してみたの旅でお会いしましょう。バイバーイ。わかったぞこの原理。スクワッドスクワッドチャンネル登録。